こちらですね、はい、最近モテモテのベスさんですが、妻としては皆さんどんな心境ですかということで、うん、まあ、ちょっと待ってください、どういうことですか、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、まずちょっと噛み砕いてお願いします。いや、まあ、じゃあ一旦聞きますか。じゃあこれはちょっと、ちょっとまあ腑に落ちないところはありますけれども、一旦ちょっとそうですね、あのメアさんはどんな心境ですかと聞かれているので、うん、はい、まあ、じゃあメアさんの返答をちょっと聞きたいと思いますね、うん、これは、はい、そうですね、やっぱり皆さんお仕事上の関係だと思うので誇りに思います。まあ、いや、もういろんなね、あのタレントさんに囲まれて楽しく配信されてる、うん、誇らしいですよね、やっぱり。そうですね、もう誇りに思っておりますね。やっぱ、うん、あの普段のチャットでも今日は頑張ってたねとか、あのお互い励まし合ったりなんかしちゃったりなんかして、あ、そうなんですね、全然僕はあなたの最後のチャット言えますからね、全然あなたの最後のチャットは愛いようですからね、あなたのちゃんとその、あ、でも私ね、ロベルさんとの最後のチャット言えるよ。何ですか。あの次のロベルナイトメアの、はいはいはい、あのチャット、あのコラボにて決めてて、はいはいはい、で、あの何日空いてるよっつって、はいはい、で、そうですね、何日と何日と何日と何日って結構空いてたから、はいはいはい、そう、あのおっぱい空いてるよって送ったの、うん、いや、くだらな、うん、どうぞどうぞ、うん、うん、続けてください続けてください、うん、わー、気まずの、で、あの、まあ、うん、何日空けといてもらっていいですかって言って、はい、うんうんって、おっぱいいっぱいって、うん、うんその時のじゃあ俺の心境聞きたいですそれが送られてきた、僕はそのものに触れずにこう、あのスタンプだけで返させていただいたんですけどあのスタンプだけで返させていただいたんですけど、なるほど、なんだこいつって思いながらってましたなんだこいつって思いながら見てはいたんですけど、たまにあるんすよね、まあ、皆さん、うん、だいたい愛とかはいとかしか、あのあんまり感情がない返信来ないんですけど、たまになんか字が出してきた時よくわかんない感じになるんですよね、うん、そう、本当におっぱい空いてるよって本当にやめてもらって、うん、おっぱい空いてるよじゃないんですよ、本当にさすがにきついわ、さすが、何を言ってるんですか、ね、あなたは、なんかいいんですけど全然、ちょっと多分この時ね、うん、はいだったね、あ、ちょっとリハビリが終わった後やったからね、うん、1回目のね、そう、多分ルド終わった後だったから、あ、そう、ルド終わった後でしたね、終わった後はちょっとハイかもしれないね、そう、ハイだったから、うん、ちょっと、うん、変な